アキト君？やっぱりそうだ、アキト君だった。ね、言ったでしょ、アキト兄だったって。嘘でしょ、なんでこんなところにいるのよ。アキト君、帰ってきてくれたんだね。一目で分かっちゃうなんて。アキト君とは家族同然に過ごしたからね、忘れるわけないもので、何しに帰ってきたの？それなら家に泊まればいいんじゃない？ちょっとお姉ちゃん、勝手に決めないでよ。あら、ダメ？昔はよくお泊まり会したのに。昔は子供だったからでしょ、今は大人なんだよ、私もこの人も。でも宿がないって言うし、何よりアキト君は家族同然だから。別にいいんじゃない、部屋だって余ってるし。響まで。大丈夫だって、力だってアマネーの方が強そうだし、なんかあったら聖剣好きで一発でしょ。それはそうかもしれないけど、
アキト君、どうしたの？ありがとう。一生懸命続けてきた甲斐があったよ。ここの野菜はこの村の名物だよ。村の外からも注文が来るぐらい大人気。もう二人ともいないわ。だから家には私たち三人だけ。お心遣いありがとうございます。アキト君、あんまり気にしないでね。よろしくお願いします。自分の家だと思ってくつろいでね。うん、よろしくね。少しでも変なことしたら叩き出すからね。よし、それじゃ我が家に帰りましょう。あ、そうだ、その前にあれ言わないと。お帰りなさい、アキト君。お帰り、アキトに。改めてお帰りなさい、アキト君。久しぶりでまだ戸惑いもあるかもしれないけど、昔みたいに自分の家だと思って過ごしていいからね。お礼は響ちゃんに言ってあげてね。アキト君は小学生の頃以来だから、もう十数年ぶりなのね。本当に大きくなったね。大人っぽくなっただなんて嬉しいな。でもみんな中身はそんなに変わってないと思うよ。私はね、お父さんとお母さんの喫茶店を受け継いだの。これでも今は喫茶大都会の店主なのよ。うん、昔から私の大好きな場所だもの。お父さんとお母さんは亡くなっちゃったけど、あのお店は今も続けてるの。朝から夕方ぐらいまではお店を開けてるから、時間があるときはアキト君も遊びに来てね。じゃあそろそろお夕飯の用意でもしようかな。今日はアキト君が大好きだったおかずも作ってあげる。今日はアマネちゃんとヒビキちゃんに手伝ってもらおうかな。アキト君、呼んできてくれる？ヒビキちゃんは天気がいいから家の近くでお散歩してくるって言ってたわ。アマネちゃんはどこに行っちゃったのかな。もう日課のロードワークも終わっているだろうし、響ちゃんなら知っているかもしれないから聞いてみてくれる？お願いね。二人のことよろしくね。
あれ、アキトに言っとったの？あ、もうそんな時間？今日はアキト兄がいるから張り切ってるだろうな。あら、あらららら。いたずらばっかりしてお母さんに怒られてたのにさ。いつも大泣きしてたもんね。ピチピチの女子大生、町の方にある三王女子大学ってとこに行ってるよ。ここら辺の上京しなくて進路も決まってない若者たちが行く田舎の大学って感じだね。今でも勉強は嫌いだけどね。でも私だって女の子だからね。ドラマで見るような同年代の女の子たちのキャピキャピに憧れるもんなのよ。そうそう、帰り道にショッピングしたりおしゃれなカフェに行ったりね。でもこんな田舎大学の帰り道にそんな場所ないなって入学してから気づいたんだよね。一人暮らしとかできるわけないじゃん。頼れる姉二人から離れたら私生きていけないもん。そんなこんなで特にやりたいこともない無気力な大学生の感性ってなもんよ。そうやってこれからどうしようかなって考えるようになってた時にアキト兄が帰ってきたわけ。アキト兄は社会人だし私を導いてくれるような金言を楽しみにしてるよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふむ、よきに計らえ。お皿とか並べたもん。アキト君は食べっぷりがいいから、見てたら嬉しくなっちゃうな。そうだけど、何？どうしたの、アマネー。アキト兄に見られて恥ずかしかったの？は？違うわよ、響き。なんだか昔に戻ったみたいに賑やかね。アキト兄だって全然変わってないしね。身長だけでしょ。じゃないかな。そういえばアマネ、夕方ってどこ行ってたの？え、別に何でもないわ。散歩よ。あら、そうだったの？行ってくれればよかったのに。
お姉ちゃんはこの居候の相手で忙しいと思ったから。別に、二人がいいって言ってるなら、いいわ。まだ機嫌悪いみたいだね。アキトに何かしたの？アマネちゃんは、今はちょっとプリプリしているけど、本当はアキトくんに会えて嬉しいはずよ。当たり前じゃない。あれだけ仲良しだった二人だもの。だからこそ、どう接したらいいか戸惑ってるんじゃないかな。もしよかったら、この後、二人だけで話を聞いてあげて。この時間なら月見沢かな。あまね、何かあったらあそこにいるし。あまねえなら月見沢にいると思うよ。場所覚えてる？東の方だよ。あまねちゃんのことはよろしくね。いや、近づかないで。一方的にボコボコにはしてないわよ。何とも思ってないんだから。平気で人の家に居候しようとするその神経にムカついて聖剣好きを抑えるのに必死だっただけ。だーせいはっとりゃー。それで再会の挨拶って？それが終わったら早くどっか行ってよ。が大きい。なんでちょっと涙目なのよ。天草天音、仕事は看護師。子供の頃から続けてた空手はまだ続けてる。当然だけど、まだ全然、微塵も、これっぽっちも許してないんだから。それを忘れないでよね。それと、少しでもうちで変なことしたら、聖剣好きでぶっ飛ばすから、覚悟しておきなさい。じゃあ、どっか行って。バカなんだから。
昔から変わってない。なのに、なんであのことだけは覚えてないのよ。ひょ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 。異性の良い青年じゃの。わしはこの裏山を縄張りにしておる化けだぬきじゃ。特別に仙人と呼んでくれてよいぞ。趣味は人間の下着や情欲が描かれている書物を収集すること。それらを眺めながら飲む酒は格別でのう。ちなみに恋愛対象はまっとうにタヌキじゃからな。人間に対して情欲を抱くことはない。下着には歴史が詰まっておる。持ち主がどう生きてきたのか、それを垣間見ることができるのじゃよ。情欲の書からは下の持つ慈しみと業の深さを感じ取ることができる。わしはそれらを通し人間の心に触れるのが好きなんじゃよ。わしのことをヤバいやつと思って逃げようとしておるな。ならばわしは仙人じゃと証明してやろう。それポンポコ。ポンポコとしか言えなくなるタヌキの妖術をかけたのじゃ。わしを仙人じゃと信じるならすぐに解いてやろう。それアンポンポコ。いろいろと頼みたいことがある。なに、難しいことはない。お使い程度のことじゃ。わしは人との交流をできるだけ避けておるからの。表だって人里で動くわけにはいかないのじゃ。どうじゃろうか、この孤独で哀れな仙人を助けてはくれんかの。頼めるのは青年しかおらんのじゃ。やはりわしが見込んだ通りの男じゃの。ありがとうよ。
おやすみなさい、アキト君。